山名豊国、戦国時代の山名氏の人物です。山名と山名総勢のイメージは強いんですが、山名豊国はいろんな芸術に通じた文化人だったというふうに伝えられています。まあ、山名総勢に関しても、イメージが、特に、マデノコジトキフサの、剣台記でボロクスに書かれているイメージがあって、それでまあ、イメージも、なんとなく乱暴者というイメージがついてますけども、まあ、おそらくそれ守護教、守護の僧侶を務めるぐらいですから、それ相応に、知性教養とはたはずなんですね。ただまあ、山名総勢の場合は、逸話として、応仁家との逸話によって、いくつか、例えば、洗礼では言うたときに、山名宗全が、礼なんて、言うとるからあかんねと、時に帰ろというふうに言うたとか、まあ、そういうイメージはどうしてもついてしまいましたちです。名門山名家、どういうふうになっていったのかという話ですけども、まず山名家、こういう、家系ですね、ざっくり言いますと、田義重、新田一門です。里見義俊が、まあ、所長氏で、あとは新田義兼、他にこの徳川義末、この徳川の、字をか、徳川家、これ後に、こういう字にもなったりしながら、最後は徳川家康に敬蔵を使われちゃうという、こうとも書いたりして、結局、最後は敬蔵を使われちゃうと、いうようなことになってます。山名義典、これは、山名郷と、神津家の国の 山名郷と、いうところに、まあ、所領を持っていたからなんですね。その子孫の時氏。基本的にはこっちが借景になるはずなんですけども、最終的に、まあ、ごたごたがあって、ここの家が借景を継ぐことになります。それ以外には、この宗全の息子の勝というのは、この広高の家を継いで、だから実際には、ここが、まあ、ここを継ぐと。いう形になっています。これが稲葉守護家になりますね。大きな流れ、大きな、事件としては、この辺が巻き込まれた、明徳の変。それから、この辺が、関係してくる、応仁の乱。それから、この子孫たちが、続いていきます。まあ、この子孫については、また、また後で経図を出します。基本的に残るのは、この子孫と、この文字豊の子孫が最終的に残っていきます。山梨の始まりですけども、源義重、通称新田義重。まあ、ご存知、よく知られたんですけども、源義家の孫であって、源義国の、息子になっております。源義康、平治の乱でも活躍した源義康は、異母弟ですけども、この義重の兄弟は、南関東、相模の国を中心に、南関東を、まあ、南関東から武蔵まで、こう、進出してきた、源義朝と、連携して、で、義重は、義平、自分の娘を義平に嫁がせてると、いう形で、この義重の、娘、この義平に行った人、それからもう一つは、岩松家に、嫁に行った、岩松というのは、足利家の人間ですね。この辺もなかなか、話がややこしい人物で出てきますけども、この岩松さんは後に、確か、息子んだ後、岩松を振って、畠山の、重忠の奥さんと再婚すると、いうこともやってます。義平、源と義平ですね。を婿にすると。それから、方言年間には、火山院忠政、を、両家として新田の将を立証してます。で、この火山院忠政は平家方の公家であったために、これがもしかしたら義重の運命を狂わすかもしれませんが、頼朝挙兵に帰参すると、いうことで、まあ、頼朝の布教を勝って、義重っていうのは今一つ、パッとしないと。で、新田一門も、新田氏も、その後の、流れはパッとしないと、よくなってしまったというふうに言われています。まあそこで、さらに逸話として、頼朝が、この義平の、元妻、未亡人を、自分の側室の欲しがった時に、義重がそれを渋って再婚させてしまったんで、頼朝が、切れたという話もありますし、新田氏が、もともとそんな頼朝、流人の頼朝風情に、下風につくようなもんではないというふうなプライドがあったためだとか、まあそういうことも言われています。それからもう一つ義重の、逸話としては、義重が、新田義重が死んだときに、その直後に源頼家が、決めろ始めたと。その時に、政子が、
この、一門の、重鎮である義重が死んだ時に、そのような蹴鞠をすぐにする振る舞いはけしからんというふうに、頼家を、いさめたという話も残っています。それ相応には義重自身は、重鎮として尊敬を受けたことは、まあ、伺えますが、まあ、新田一門はどうしても足利一門に比べると、パッとしないと。の鎌倉時代の、末には、もう完全、最近では、新田家というのはもう足利の一門というふうに、見なされていると、いうふうに言われています。問題は山野義則なんですけども、山野義則は、実はどうも、新田の省内に、領地をもらえないと。だから相当冷遇されてたんだろうと。その冷遇されてたことが原因で、おそらく父とは別行動して、頼朝に帰参すると。いち早く頼朝に帰参したために、頼朝から厚遇を受けて、まあ、伊豆の神、頭領官とに、任官していると。頭領に任官できるっていうのは、基本的にやっぱり、頼朝から一門、門様と、一門というふうに見なされていると。でなければ、なかなか頭領には、つけないわけですね。時政ですら、頼朝の死後にようやく遠江の神に任官したぐらいであって、なかなかこの頭領に任官するっていうのは、この山名家の、スタートの、意外な良さですね。新田義重は結局、大した、官職につきませんでしたけども、息子の山名義則は、逆に伊豆の神に任官すると。鎌倉時代にじゃあ入るとどうなるのかと、私なんなく新田一門がパッとしなかったのと同時に山名もパッとしなかったんだろうなと勝手に考えとったんですけども、いやいや、なかなかどうしてと。鎌倉幕府の奉行人、あるいは六原丹田の奉行人として、山名家は、どうも、というです。だからまあ、それなりに鎌倉幕府の中では重視されていたと。で、逆にそれが山名氏にとっては不利になった面もあって、鎌倉幕府奉行人の山名氏は、鎌倉幕府の政変に絡んで粛清とされて、1301年に粛清されたというふうにあるんですけども、まあ、この年何があったかというと、ハレー彗星、貞時の出家。この貞時の出家に巻き込まれて、当時連署であった、連署であった信時も、出家という形で、鎌倉幕府上層部がガサッと変わった時期なんですけども、この時に誰か死人が出た感じはしないんですけども、まあ、その時の、あれ、なんか声援があったのかなというふうには考えられますけども、よくわかりません。六原奉行人の山梨は、1333年に、鎌倉、六原丹田滅亡とともに、運命を共にしています。結局、生き残ったのは、こういう奉行人とかに、に入れずに、その所流として、細々と生きていた山名正氏が生き残って、で、この山名正氏は、南北朝の間で足利尊氏に組みしているということが言われています。この山名正氏に、移りますけども、山名正氏の息子の山名時氏。彼は、上杉重房娘を母とする。つまり山名正氏は、上杉重房の娘を、妻としていたと。ただこれちょっと年齢が会いにくいんじゃないかなと実は思ってまして、と言いますのは、こういうことになるわけですね。上杉氏初代の上杉重房、その娘、名前忘れたで、上杉、清子。と貞氏の間に、足利貞氏との間に、この高氏と豊氏が生まれていると。まあ、こういう風な、感じになると、山名時氏と上杉清子さんがいとこ同士なんですが、年齢から言ったら、この人は1303年生まれで、こちら1305年生まれということで、まあ、可能性としてあるのは、この間が親子ぐらい、年が離れていると。いうのはありますよね。ここのところがガクンと年離れてたら、この女がこっちにずっと年代的には生後とほぼ同年代できたら、時氏を持つのは、まあ、話としてはありそうな気がします。で、まあ、実際、足立康盛と、それから北条時宗の正室である、堀之内殿は、まあ、親子ぐらい年が離れてたんで、ない話ではないんですが、なかなか、まあ、そういう、まあ、例はあるんで別に問題ないと思うんですけども、時氏が、この山名正氏、山の時氏が、こう、上杉氏を通じて、この足利氏とも関係を持った、そう関係で足利氏、あと、核として上杉重房の娘が、この山名という、山名の中での所流と婚姻するのはどうよというイメージもありますけども、実はこの清子さんは、足利貞氏の側室であったんで、山名正氏が正室やったら、それもありかなと。いう気がします。足利氏に味方をした
つの結果、縄長都市が滅びた後、縄長都市の、本拠地である法規の国をの守護職に、守護職に任命されると。山梨の映画のスタートは、この法規の国の守護職、守護式になって、さらに円谷高須田討伐で、丹後、出雲、沖、若狭の、守護も、もらえると、いうことになります。円谷がもともと出雲、沖方面に力を持ってたんで、その所領を丸っぽ配慮したですね。観音の上覧では、当初室直派やったんですけども、それ以降、忠義に寝返ってます、途中から。忠義が、高氏をこう屈服させたときに、室直が殺されそうなときに、忠義寝返ったようで、その辺は、気を見るに敏な人物だというふうに思われます。さらに、忠義が死んだ後、南朝に行っちゃったと。南朝に行って、別に、当然それは忠冬を、擁立すると。結果的には、助殿方として、芝義行とも連携すると。いう形で、室町幕府にとっては面倒くさい人物になってますが、1363年、忠冬を見放して、幕府に基準しています。これは細川流家から熱心な誘いがあったと言われています。その結果、時氏は法規、丹後、さらに、室吉は丹波の国、氏冬は、稲葉の国、時吉は政子の守護式を、ゲットして、一門で1、2、3、4、5、5つ、ゲットしました。太平記では、山名時氏を念頭に置いて、草野の所領欲しければ敵に寝返ったらどんどん入りますねというふうに、皮肉られてます。で山名は、いいタイミングで、幕府を一旦裏切った後、再びいいタイミングで基準した。それによって一気に所領を増やしていくと、いうことで、ここで5カ国。6分の1まであと、6カ国。森吉時氏の息子の森吉は、時氏の丹後、田島、法規の守護式を、ゲットしています。さらに義忠は、三政子の守護式を、継承し、南朝との戦いで、紀伊の守護式を、任されています。氏冬は稲葉を、あれしています。で、氏清は丹波の守護を相続し、さらに侍どころ当人、あるいは、南朝との戦い等で、山城泉の守護をゲットしてます。清氏は沖の守護式を、相続し、森吉死んだ後は山名家の僧侶の田島、得た後、田島や備後の守護として、なってます。で、三幸はこういうのをやってますけども、桜井英治さんは、室町人の精神の中で、これと、それから国家以降では、ちょっと意味合いが違うんだと。前っつうのは、例えば、紀伊はこの義忠がまさに頑張ったから、泉も氏清が頑張ったから、山城も氏清の努力、備後も時吉の努力、出雲も円谷高須田を倒した、そういったものから引き継がれてきたんであって、この辺はどちらかといったら、世襲になりにくい、そういう、あれであるのに対して、後ろの、稲葉、法規、丹波、丹後、まさか、沖、田島っていうのは、要するに山名総領家につけられた感じ。それに対して、紀伊とかは、総領とは切り離されて、個人の努力によって、個人につけられているという、そういう違いがあると。で、これ、桜井さんはいわゆる、守護義務官から、家職への転換過程。山梨のは過食的なこんな夏と、利量的な、この前の5つに書いてあります。いずれにせよ、山梨つうのは、そこのとこ代打を抑えたわけじゃないし、結局この辺はパラパラパラと離れていくんですけども。で、最終的にこれ12カ国になってますけども、明徳の辺の直前には、このビンゴを失ってますので、11カ国。で、この11カ国のうち、当時の国が、66と、実際には68やったんですけども、この68が6、この2を何引いてるのか、ちょっといろんな議論があるみたいで、陸奥ではにはそもそも守護置かれてないとか、島は、いくつかの島の国は省いてるとか、あるんですけど、半然としません。その辺は、実際にはそんな厳密に、6分の1のそんな厳密、そういうふうに書いてありますけども、ウィキペディア見たら、そんな厳密に当時の、そういう概念って大雑把なんだから、68が12であろうが、66が11だろうが、これがビシッと割り切れるってなくて、まあ、クラスは私はこれでも別に全然構わないと思うんですね。
大雑把に言ったら6分の1だろうと。別にピッチリ6分の1じゃなくて、大雑把に6分の1でいいんじゃないと私は思いますけども、その6分の1と、さらに言ったら、当時の言葉でそういうふうに言われたかどうかっていうのを、なんか疑問だという話をどっかで読んだ記憶があるんですけども、今、ちょっとバラバラと引っ張り返してみても、元本が出てこないんで、とりあえずこれはあれですが、6分の1度という言い方に関しても、明徳の、明徳記とかそういったものにできたもんじゃないかという話も、まあ、なきにしもあらずと。いうことになってます。で、一応、明徳の乱まで一応見ておきたいと思います。で、明徳の乱、どうやって、明徳の乱になっていったのかってことですけども、1376年に山名盛吉が亡くなりました。まあ、時氏が、この山名時氏、彼が山名家を一気に広げ、あの、こう、あの、スターダムに引っ張り上げた功労者でありますが、彼は、この森をこの辺のいっぱい子供が作っていて、その子供たちをそれ相応に守護職を分けて、その息子たちがまた、それぞれ活躍して、少しずつ、まあ、この守護を経て、最終的に、山名一門で11カ国と、いうふうな、ことになるわけですけども、この人が早死にしたことが一つのポイントになってきますよね。その結果、基本的には、この辺が後を継ぐということになるんですけども、この名前見ても分かるように、氏行と三行、この三行っていうのは、義満の側近を務めたわけです。この辺が、この明徳の乱の一つのポイントになってくると。時々そういうものってあるんですよね。山田家の場合、この関係者が、将軍に側近として仕えていて、それがこの本家との圧力を起こすと。森吉が死んだ後、この森吉が廃人したのがまあ一つの懸念であって、実際にはこの辺から後継がずまだ若かったということもあって、時吉が一旦長継ぎで後を継ぎます。その時吉がまた死んじゃったと。その時に時吉の次に選ばれたのがこの氏行ですね。これが一つのポイントで、あの時吉はまあ、後継者に氏行を、決めてた。それに対して、三行が非常に不満を持ったというのが、まずポイントです。氏行と三行の不満がこう高まってくると。特にこの三行がおそらく、主犯で、この三行の、舅が氏行なんですね。氏行の、娘が三行に、嫁いでいるという関係であって、だからまあ、この氏行、三行がおそらく、中心になって動いていて、氏行はそれをバックアップしていると。6分の1衆と言われるように、11カ国の、守護をあの持っている、最盛では12カ国の守護を持っているという山田一門を削らなきゃならないという問題意識を持っていた足利義満は、この山田家に手を入れます。桜井さんはここのところで、義満はどこをどう突っつけば、どういうふうにすれば、こいつら喧嘩始めたと、実に見事に抑えていると。ポイントを抑えていると。恐ろしいまで抑えていると。まず、この三行と氏清が、この氏行時広に対して不満を持っていることを見に入れた義満は、まず三行らに氏行時広の討伐を命じました。その結果、時広と氏行は没落します。戦闘に負けて没落していきます。その後、1390年、義満は、今度は、氏行と時広を、赦免します。で、これによって、三行、氏清は、ものすごく不満というか、疑問を感じるわけですね。一旦自分らに、討伐を命じておいて、で、氏行と時広の関係、氏行、時広、これが一旦ボコボコにされた後に、それをいきなり赦免すると、今度は、当然、三行、氏清というのは、まあ、面目が立てないというか、見ますか、まあ、完全に山田家は、対立にしてしまったけどね。同年、山田家と関係を持ってきた、この柴義行が、管領式を罷免されて、細川頼之の、弟である細川頼元が管領になると。つまり、細川頼之の復権ですよね。その中で、ビンゴの国も、取り上げられると。義満は同時にこの柴よ、この明徳の乱とはもう一方では、柴義行派から、細川頼元派に、細川家に、元戻していくという、そういうそこだったんじゃないかと、いうふうに言われています。ただまあ、これに関しては、そんな義満サイドに、
そういういろんなことを絡めて一気にこの明徳の絵をつけようとしたんじゃなくて、もともと、根本的な原因はむしろこの、宇治清、三行き、VS、宇治行き、時広の、もともとそこに大きな亀裂があったんじゃないかと。もともと山田家内部にも、抜きがたい、この対立軸があって、それが、吉光のそういう介入という系に広がっていっただけで、だって、吉光側にこういうような難しく、こういう色のを一斉にダーンやるの話、まあ、ちょっとうがちすぎじゃないかという議論もあるようです。ともあれ、吉光は三行きを追放します。これは、まあ、一応きっかけとしては、この三行きが戦闘領、つまり、ご縁友上皇領を、横領したと。まあ、ご縁友と吉光はの関係って言ったら、まあ、ものすごい因縁があるわけですけども、まあ、もうこの頃、ご縁友はほぼ存在感ゼロですけども、こういうところでちゃんと名前が出てくると。ご縁友の、戦闘領を、横領した三つに対して、処分すると。これ実際には些細な、もんじゃないかというふうな話なんですけど、これ実は些細でもなくて、応安元年の、犯罪令で、はっきりしたのは本所、自社本所領をきっちり保護すると。応安年間出された、犯罪令で、要するに犯罪を取るけども、それ以上は、その定められた、負担以上のことは認めない。つまり、幕府が認めた取り分以上のものは取ってはいけないということが、まあ、細川頼之の政治では、そこのところをきっちり決めつけてるわけですね。だから、従って、まあ、細川頼元的な発想から言ったら、この戦闘領の、代官であった三行きが、必要以上、定められた以上を取るというのは、これは、許しておけないわけであって、当然、吉光は、三行きを追放すると。それに不満を持った、まあ、三行きと宇治清が挙兵します。この内野の戦い、これ内野というのは、大代理の、大代理跡のことです。この大代理跡に関しても、実は最近ちょっと新しい議論が出てきていますけども、一般にはこの大代理というのは、平安京がどんどん東へ行くにつれて、このところは空っぽになっていて、大代理は、ただの明智やったと、内野と呼ばれる明智やったというふうに、まあ、言われてるわけですけども、久水俊一さんは、その内野には実は、まだまだ、太政官の建物は残っており、そこに太政官に勤める、下級や官人たちはそこで、執務をしていたというふうな説明をしています。ただまあ、そういう内野で戦いが行われて、守護大名の、中では、この山名はなんだかんだ言ってめっちゃ強いでと。しかも、畿内近国に大量に、まあ、領国持ってるから、こいつら強いでというような話があったんです。話あったから、和睦すべきじゃないかという困ったんですけども、吉光は、山名と、足利どちらに、力があるかの勝負だと言うて、それで、さらに現、足利家に代々伝わる鎧ではなく、普通の鎧を着ると。要するに、山名は所詮、家来やと。そんなものを潰すのに、源氏の、伝領の、伝来してきた鎧を、着る必要もないと。いう、自信というか、まあ、プライドで臨んでます。まあ、だから、吉光にとっては、ある意味、これ、明徳の乱というのは、己の、一種の爆事であったわけですね。結局、最終的には吉光の馬割り師を投入することによって、この宇治清、三行きらは破れて、はい、打ち延べていきます。その結果、山城畠山特に、丹波は細川頼元。で、この丹波は、この後ずっと細川家のものになりますね。細川慶長期が没落戦まで変わりません。丹後は一色三つのり。これも、実は変わらないですよね。最後は細川雄斎に、ねじ取られるまで、実は一色氏が持ってます。三正は赤松義則に。これ、だから赤松サイドからすりゃ三正を、取り上がったとなるわけですけども、まあ、山名からすりゃ、三正はもともと山名のもんやと。ございます。で、泉キーは大内義弘。これは次の応援の乱で没収されて、泉は細川、キーは畠山になります。沖出雲は京具高明ら、これは後の雨子になりますね。雨子はこの京具家の、一門ですから。で、田島が、山名時弘、稲葉が、山名宇治家、後期が山名宇治行きというふうになって、ここで山名氏は十二カ国から、この田島、稲葉、宝家の三カ国に、減少すると。十二から明徳の乱直前には十一で、三と。
と、まあ、山梨っつうのは、この明徳の乱を契機に、山梨はわずかに3カ国に減ってしまうということになります。この明徳の乱というのは、オール山名対幕府ではないんですか？ではないです。山名が割れてるんですか？割れてます。ただ、割れた山名は結局その前年に義満によって潰されてる山名ですからね。だから山名時弘はこれ80人ぐらいで確か参加したんですよ。義満の上回りに参加してます。2回に分けて潰されてるわけ。そうなるね。しかももともと、あの、仲が悪い連中を戦わせたというか、もともと仲悪い、もともとなんか、うまくいったところを片っぽに肩入れして、片っぽを潰して、今度は片っぽを潰すという。高校の日本史ではね、山名って11カ国持ってて、義満にやられて、力を失うから、一気に勝負して負けたんではないかと思いますけど、そうではないと。まあ、それが、あの、立て続けに起こってますからね。結局見たらわずか1年の間に、まずこのこっちが潰されて、続いてこちらが潰されるという2段階で。結論から言えば山梨が潰されたと。だからまあ単純に言った、まあ、結論があったら義満って山田がこの潰されたと。最後に山田3つ残りますけど、田島と稲葉と放棄と。その場合の山田総領家はどれになるんですか？本来こちらになるはずなんですけども、最終的に残ったのがこちらからこちらの方へ行くんで、まあ時広総領と考えたらいいかと思います。でもこれ総領といってももうそんなにリーダーシップないですよね。ないです。個別に3つ残ったという感じなんですか？基本的にはそうなりますね。残ったのが3人になりますからね。山田と言います。3カ国3つの主語を残したけど、例えば赤松が3つ持ってるみたいに、赤松宗家が3つをコントロールするというな形にはならなかったんですね、これ。そうですね。もともと持った3つに分立していったと。結論を先取りして言うと、結局この時広という人物がうまくやって、この山バラバラになった山崎を束ねていくわけですね。再結集するんですか？そうです。この時広は、次のところで言いますが、時広のやり方はなかなかうまいです。時広が持っていたのが田島だったから、うん、山名の中心地が田島みたいになってるわけですね。そうですね。なんで田島みたいなとこが、田島に失礼かもしれんけど。いや、田島は、あの、あれですよ、あの、上国ですよ。古代においては収入が多かったということですか？そうです。あの、田島は、あの、播磨とかに次ぐ、播磨、伊予に次ぐ、安芸とか、あの、陸奥とかと同レベルの、頭領の最終ポストに近いところですね。それだけの利権収益があるということですか、田島に。そうです。山陰道の中心で、あの山陰道から京都入ってくるところの中心を押さえてますから、やっぱりあの田島はそういう意味では結構、そういう意味では時広はいいところを持ってたということも言えますよね。田島の国府って八日のあたりでしたよね。あの山名がどうもあの中心に取ったのは伊豆市あたりに守護所を置いたみたいですけどね。あ、後で伊豆市で城下町になりますね。この辺山名も赤松に比べるとあの物流とかに対する意識はありそうな気がするんですけども、いかがでしょう。まあ、あんまりわからないですけどね、山名の場合も。山名って実はあんまり研究も意外と、まあ、多分ほとんどね資料が少ないんやと思いますわ。やっぱり没落しちゃったから、戦国の長い間どんどんこう衰えていくときに、まあそういう、資料も散逸していくだろうし。で、山名時弘、この人物がやっぱ非常に大きな存在ですね。山名家は、明徳の11カ国から3カ国に減少してますが、意外と早く挽回の機会が訪れます。それはこの明徳の乱が9年後の大江の乱で山名時弘は活躍します。で、これによってビンゴの国をゲットします。で、さらにこの時広は自分と敵対したこの宇治清の子供を実はかくまってたらしくて、かくまった川口あの三氏に安芸の国の守護を、やります。これ後にあの、三氏の守護下には、時広に回ってきます。で、宇治年には岩見の国、この守護職が回ってきます。これは後に山名範清に、回っていって、宇治清の子孫自体は長く残らないんですけども、まあ、山名時弘はこの宇治清の子供たちを、かくまって、
吉光からこのビンゴ、アキ、イワミ、この辺りを与えられた時に、彼らにそれを渡していると。このビンゴ、アキ、イワミ、これは何を意味するか言ったら、要するにあのスオとナガとこう抑え込むような形であって、要するにあの大内氏というのは結局大江の乱で、吉光の目論みが、破れて、千尋と組んでいた大内森美とは僕した以上は、いつ大内森美が幕府と戦うかわからないために、今度はこの山名に大内家を取り囲むように、岩見、秋、ビンゴというふうに、山名をこう配置すると。まあ、結果論から言うと、この、森美は幕府と非常に頼れる人物になって、最後は九州方面で戦死しちゃうんで、山名のそういう意味での戦略性の重要性というのは結果的に生かせなかったわけですけども、稲葉守護に山名広隆がつきますけども、いずれも時広に囲まれていきます。で、あの山名時広はこういう時に自分ではなく、こういった人々をどんどん登用していったのは、結局山名市、山名一門全体の会、明徳の乱の、に至る過程の中で深く分裂して対立し、殴り合って崩壊していった山名市をなんとか立て直そうというわけで、なるべく、こういった、謀反人となった連中の、関係者も、こうかくまってやって、彼らに、一応守護をこう割り振っていくと。これによって、3から、今度は7カ国に、増えていきます。時広は、侍どころの当任を2回、行っており、特に、吉用時代、吉用、吉典、2代にわたる宿老として、で吉典の頃にはいわゆる大名意見戦の中でも、一番最高トップ2になっています。畠山三家と並んで、山名時広が、トップ2になっています。三家と並んで時広は、トップ2と、なっています。ではただ、永享7年に、日民貿易の、確か異様の、密輸関係の疑惑で、彼は、失脚しています。失脚して、結局息子の、持ち豊に、家督を譲らされているという形であって、失脚をその後、死去していますけども、この山名時広、畠山三家に対しては、さすがの吉典も、この三家、時広、それから萬斎の3人には頭が上がらなかったというふうに言われています。で、ちなみにこの時広、この萬斎、三家、この3人つの考えたらあれですね、吉典を、擁立するときに動いた3人ですよね。山名時広と萬斎と三家。萬斎が字を書き、時広が塗り付けを、塗り付けをして、封をして、三家が、岩清水島宮の門前で、社殿で、それを引くと、いうことをやってる、そういうここまで勢力を振るった人物であります。宿老時代の時広の、言い分を聞いてます。吉典に対しては基本的に時広は賛同するということが多いような気がします。三家が大体文句つけて、大体時広が吉典に賛成というふうに、お墨付け出すという、そういう役回りだったような感じであります。この三家、時広、それから吉典の3人に話すときには、大体基本的には三家が反対、時広が吉典ということに賛成と。南部と安藤氏の、対立のときにも、その構図は、大体ぴったりいってます。関東関係でも、どっちか言ったら、時広が、吉典の後押しをして、三家が吉典の足を引っ張ると、いう感じです。もう一つ、山名氏は結構金持ちやったみたいと言われるのは、勘合貿易の時に他の大名たちが13人連名で一隻の船出したのに対して、山名は山名船を出してるというあたりは、山名氏は結構兼ねる。それからもう一つ、永享4年に送られた方、永享6年か、後ろの方か、後ろの方のやつでは、実はですね、山名は第五次と一緒に出してます。山名と第五次が、セットで、出してます。そういう意味では、
萬斎との関係も深かったということが言えます。山名宗全の、登場ですけども、山名宗全といえばやっぱり元喜弘の後継者争いにが彼のスタートです。兄貴ごとなんですが、兄貴廃人してたんですね。兄貴に決まったんです。兄貴が死んだ後、この時弘の後継ぎ争いで、持ち弘と持ち豊。ただ、実は持ち弘っつうのは、吉持吉典の近従として、勢力を腐食しており、普段の三つ行きパターンですよね。この吉持吉典の頃によく、これ吉光吉持吉典、まあ、室町幕府ずっと行われてますけども、こういう有力守護家の所流を、こう自分のそばに引っ張ってくると。だから、持ち弘っていうのは当初、後を継ぐはずではなかったんで、吉典の近従として、勢力を、張ってきたんですけども、この持ち弘は当然将軍権力をバックにして、しばしば親父の時弘、弟の持ち豊と対立すると。で、この二つが組んで、持ち弘に抵抗すると。ところがですね、持ち弘は何をやったのか、これわからないですけども、いきなり、吉典は持ち弘を追放しています。これ山名氏に関してこの持ち豊は吉典に引きされて、押し込まれと山名氏にあの吉典の家督介入があったというふうにまあ、その例の一つとしても言われるんですけども、まあ宗全とのあのこの持ち豊の関係に関して言うと、本来吉典は持ち弘を告げたかったみたいですね。ところが、つかまあ時弘自身はこの持ち豊を押してプッシュしていると。ところが吉典が、俺の近従である持ち弘を入れろと。だからむしろ山名氏に対する吉典の介入というのはこの持ち弘をまあ押し込むことが実は吉典にとっての山名氏への介入なんですね。で、吉典はそういう意味では山名氏に介入しようとはしていたと。ただそれは一般に言われているように持ち豊を押したんじゃなくて逆なんですね。持ち弘を押し込もうとしたと。結局だから吉典のこの介入は失敗してるわけですよね。突如持ち弘を追放すると。で、ただあの吉典はこう言ってます。持ち弘は追放に処すべきなんだけども、山名時弘に任せると。で、山名時弘からすると、もともと持ち弘と仲悪いんだから、それは将軍が、あの、持ち弘の身柄については時弘に任せる言ったら、当然、時弘は持ち弘を追放するわけです。それは追放してくださいと。喜んでというわけで、吉典は持ち弘を追放します。で、これ、理由が不明なんで、もしかすると、吉典が結局山名家への介入を諦めた、そういう面かもしれません。時弘が死んだ後、後継者争いが起こっていきます。で、持ち弘は、結局これ、持ち弘は挙兵しちゃうんで、余計に話が見えにくいんですね。持ち弘は挙兵して、最後は持ち豊に、敗れてると。で、あの、持ち弘の首は京都に持ってこられて、それに対して御花園天皇から吉典に、刀が下げ渡される。この刀に関してもこの時はどうか分かりませんけど、しばしば行われてるのは朝廷には金がないんで、なんか祝い事ある時に、天皇からあの幕府に刀が貸しされる時にはあらかじめこっそりと刀をこちらに回してこういうふうに下げ渡していると。それに対してまた刀を献上していると。結構あの一見天皇が、将軍に刀を送ってるんですけども、実は将軍から、刀が2本献上されてるというふうに、実際刀を交換してるように見ますけども、実際はどうも多分あの将軍から天皇に2本刀が献上されてると。多分その刀はまた多分何かで帰ってくるんでしょうけども、多分この刀はぐる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 とこう、ぐる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 多分回ってんだろうなと。あるいはここから金あの天皇家から、金利オクラに回されて、金に換金されたりとかするんだろうなということは思いますけども、あの桜英二さんがこの、吉政と御花園天皇の間でこういう全く我々からしたらあの全く無意味な、でも彼らにとってはそれが普通なんですね。そういう話が残ってますけども、まあこの持ち弘の、話はむしろこれはあの吉典の介入が失敗したというふうに見るべきですね。本当は山名持ち豊が家督を相続します。この段階で山名持ち豊は田島、備後、安芸に伊賀を持ってます。この伊賀はあの、煮付氏が吉典の頃にそれこそ永享4年やったかな、あの南部氏が、安藤氏を追放したんで安藤氏が助けを求め SOS を出してきた、その時の話し合いで実は話し合われていて、伊賀の国については煮付氏が正体ない状態なので罷免するけどもどうするか言うて、これは三家も畠山三家も山名時弘もどうぞどうぞという形になっていると。
で、ちなみにその時に、赤松光助もなんかたまたま出ていて、赤松光助もまあ仰せの通りという形で、結局まあこの井川、これ多分一時的なことです。要するに一時的に取り上げた結果、時広、持ち豊に、回ってきたと。とりあえず伊賀の国、二月はもうボロボロやから取り上げるでと。で、なんとか、とりあえず山田に預けとくわと。だからこれは、すぐに、なんか新しいものが消えていくんで、まあ基本的にはこの中で持ち豊さんはこの三つと考えていいと思います。山田宇治家のこの、山田、広隆が、石見守護に任命されています。ところが、柿津の乱で広隆が吉野良川を押しします。柿津の乱では山田持ち豊は活躍した結果、持ち豊には播磨が、範清には石見が、石見と見政が、まあ石見はこの、山田広隆の分がこっちに回ってきただけですけど、山田広隆は子供いなかったんですね。女の子が2人いたんですけども、男の子いなかったんで、結局、まあ一門の範清に、石見が渡されて、だから範清は、広隆を持った石見と、それから三つ助の見政が、で、山田範之が放棄に加えて備前を、確保して、まあ、この播磨、それから三政か備前が、まあ、山田に全て入ってきたと。ということで、山田は、まあ、柿津の乱では、広隆が、戦死したものの、それを補って余りある果実を手にしたわけです。宗禅と室町幕府ですけども、宗禅は1142年には出家してます。宗禅に関しては、金欠の変で、この金欠の変っていうのは、御飯の尊天皇の御所が、襲撃され三種の神器を奪われたんですけども、細川勝元と山田宗禅が参加していると、関門日記には名指しされています。詳細は実はわからないんですけども、関門日記ではなんでこいつらが参加しとるんやとか、しつこく細川勝元と山田宗禅の名前が名指しされています。だから相当、伏見の宮家の恨み引いては、御飯の尊天皇の恨みは勝ってるものと、見て間違いはありません。御花園天皇は殺されかけてますからね、なんせ相当、恨みは買ってるものと思われます。畠山持国としては、山名宗禅、細川勝元との関係は、無限にできず、山名宗禅の要求に屈して東播磨の明石、加藤、美濃三軍を宗禅に引き渡す決断をしています。で、それに不満を持った、もともとこれ赤松三政もやったんですけども、赤松三政を、滅ぼしてしまっています。多分、畠山持国からすりゃ、宗禅を排除できない以上は、もう宗禅を抱き込むしかないというあれでしょう。加賀領流騒動、これは富樫氏の内紛ですけども、富樫範家と富樫泰孝の争いでは、こちらが、富樫範家、こちらが富樫泰孝を、押して対立しています。畠山持国、まあ、当時の朝廷は畠山持国と連携を深めていますから、こういう中で山田宗禅、千葉津臨時が出るんじゃないかという噂が出て、御花津の自ら、その噂を否定しているというのがありますが、まあ、柿津の乱の頃から山田宗禅と御花津の天皇は、対立を、することがしばしばあったので、千葉津臨時を出そうとしたという話は、大いにあり得るなと。ただ山田から多分抗議を受けて、いやいやいや、うちそんなつもりはないですというふうに言うのは、まあ、朝廷がよくやるパターンですね。そんなつもりはなかったとかね。出しちゃったってなったら、騙されたとか、天馬の処理だとか、羽室が悪いとか、まあ、そういういろんな言い訳が用意されています。ちなみに天馬の処理は、義経に頼朝追討の戦場を出したことに対する言い訳であり、羽室が悪いっていうのは、後鳥羽の言い訳ですね。その頃、山田広隆の、娘を養女に迎えた上で、大内範弘と細川勝元に嫁がせています。だから、こういうことになりますね。広隆の娘は、それぞれ大内範弘で、正弘で、こちらが細川勝元で、その間に正元が生まれると。だから、こうやって山名宗禅、山名家を返してみると、大内正弘と細川正元っていうのはいとこ同士なんだと。ただ、この大内範弘と細川勝元っていうのは、実は大変に瀬戸内の、交易をめぐって争う関係であって、まあ山名っていうのはその両方、結局山名自身、秋の国を通じて、秋の国の守護職を持ってる、秋ビンゴと思ってるわけですから、瀬戸内交易に関しては、まあ、無関係な人間ではないわけであって、当然、大内、細川、双方とも甘くやっていかないといけない、そういう側面はあります。
まあ、そういう意味ではこの広高の娘つ、2人の娘つのは細川と大内という 細川大内で山名と、まさに西から細川はちょっと、これ地理的な関係で言うとこうなりますかね。大内、山名、細川、細川、備中ですね、ここは。で、細川、山名、備前と、播磨、田島。という感じに、瀬戸内が来てます。で、瀬戸内海を豊富に、ぐるーっと取り囲んでる。この関係を山名がうまく取り持ってると。1154年には畠山松永を支持して畠山持国を失脚させることに成功しています。これはもう、要するに細川勝元と、山名宗全が組んだ最大の理由はこの畠山家を叩き落とすこと。同年、赤松憲久の出資をめぐって対立します。この赤松憲久、細川持常の後押しですね。あの、吉政より追悼命令を受けて、彼は失脚しています。彼は両国に一旦引き上げて、4年間、まあ、失速しています。で、4年後に幕政復帰しています。で、その頃には憲久、始末されています。宗全と応仁なんですけども、まあ、旧説では細川勝元と兼てより対立していた宗全が、富子の要請を受けて足利義久を支持して足利義満と対立。それに対して畠山義弘や吉橋門らと組んで、応仁らに組んでいたと。つまり義満をめぐって、勝元と宗全が早くから対立したというようなイメージになってますけども、近年では、この義久を推してそもそも義満排斥に動いたのは富子ではなく伊勢定近であって、富子さんはあんまり関係がないんじゃないかと、いうことになってます。まあ、これに関してはまた議論も当然あって、まあ、これを言い出したのは、主として家永淳二先生で、先生桜井英二先生が、いや、違うんじゃねえ言うて、現在のところ、議論が、されてますけども、家永淳二、五座雄一、そして、まあ、漫画では、シンクロを走るはもう完全に伊勢定近が中心になってますね。宗全がいつ、どこで、あれかということですけども、これ週刊誌百科でも定近排斥後に勝元と決裂したと。だからまあ宗全と勝元の決裂っていうのはかなり、近いんじゃないかと末柄先生はおっしゃってます。御座さんはまあもともとちょっと路線に、ずれができ始めてるということと、まあそれから畠山義弘柴吉門との関係がいつできてくるのかということをめぐってもまあ微妙にあれがあるんで、まあ宗全がいつ細川勝元と、決裂したのかというのはにわかには消しがたいが、まあ一般昔にはるか昔考えられたに比べるとだいぶ直前やと、いうことが言われています。今の宗全はやはりこの五稜合戦で義政の命令を無視して御花園天上皇の院宣を使って山砂川を攻撃したと、いうことが応仁乱につながっていくと。もともとただ宗全と勝元というのは、20年ぐらい同盟関係は組んどったわけであって、この20年の、同盟関係を前提にすると、まあ、僕の意向も実は持ってたらしいと。特に文明に改元されてから宗全の動きは急速に鈍くなっていくと。文明2年の頃には、中部も患ったようで、その頃には顔が描けなくなっていたという話もあります。1470年には切腹未遂を引き起こして、翌年には亡くなっています。その翌年には山名宗全の孫の正豊と細川政元の間に和睦が成立して、まあ、もともと政元も政元も一応は宗全の孫にあたりますから、鳩子ぐらいになっていて、まあ、この両者内で和睦が成立。ただ、赤松政則とか、その辺はやっぱり徹底抗戦するし、まあ何よりも大内政弘ですね。大内政弘は結局、帰っていくのが1177年、大内義政弘の京都から引き上げを持って、応仁乱が集結したと、いうことになります。戦国時代山梨に入っていきますと、応仁乱の結果、播磨、備前、美作を赤松政則に奪われています。まあ、これはいろいろと戦いがあったんですが、最終的には赤松に、取られていっちゃいました。それから、備後の守護を持てた山名惟豊。彼は細川勝元に、投じています。応仁乱の後は、没落して、その後の行方は分かっていません。まあ、山名正豊。
一門の山名俊豊を擁立する動きも起こって、山名家は内紛によって急速に衰えていくと。で、この山名家に関してはこの俊豊をしてたのが足利義実であったということで、名誉の政変と義実が、没落すると俊豊は没落して松戸息子の宗豊が、後継者になります。で、この一連のこのお家騒動の中で守護代の力が伸びていくと、これによって山名家の、没落は急速に広がっていくと。さらに、この宗豊にとっては出雲方面からの天子氏、あるいは、大内氏、秋葉から大内氏、備前の浦上氏、この辺りから、要するに結局山名の領を取り囲む周辺から圧迫を受けて、次々と領国も取られていくということになっていって、播磨、備前、美作、9カ国あった、最大9カ国まで戻っていた山名氏の領国は急速失っていって、最終的に田島と、稲葉のこの2国のみが残されました。あとは全部、天子なり、大内なり、浦上なりにむしり取られていって、まあ、基本的にはこの天子、大内、この辺りからの侵略が激しかったみたいですね。結局田島と稲葉の守護のみ残存すると。後半の山梨ですけども、基本的にはこちらが田島の守護式、こちらが稲葉ですけども、ここのところが最終的に揉めてぐちゃぐちゃになった後は、こちらの家が稲葉の、守護式を、持っていきます。まあ、大雑把にそういう流れになります。田島守護家は、正豊、宗豊と来た後は、この実豊が力を持っていきます。で、稲葉守護家は、この豊重と豊頼が争った挙句に、最終的に正道が、力を持ちます。この人、実は、天子氏のバックアップを受けていて、まあ、天子氏が稲葉の国をのに乗り出してきてると。いうことで、天子氏のバックを受けて、最終的に稲葉の守護式についてると。ということになってます。この山名千豊の死後、この養子で、もともとはこの宗豊の息子だったこの人、まあ、戦国時代に、山名家を、盛り立てたのはこの人です。この山名助豊。だからまあ、一つのポイントはこの助豊ですね。この助豊は田島守護家を、継承し、細川晴元に、再度について上洛して、幕政にも関与するなど、まあ、山名家の周公の祖とも言えます。さらに助豊は1540年には生野銀山を、発掘して、生野城を改修しています。で、1548年には稲葉守護家を滅ぼして、自分の弟の豊貞を稲葉守護代として、この山名家は基本的にこの田島家、田島守護、田島稲葉の2カ国を狙うと。ただ、やはり春元失脚によって、名目上の稲葉守護の名前は失いますが、引き続き守護代という形で、まあ、稲葉に力を、支配続けます。だから一応、天子が稲葉の守護なんですけども、実行支配してたのは山名と。山名助が、実行支配していると。北田島の、この熊山城を、まあ、拡大しています。現在の伊豆市ですね。もともと守護所があったところを拡大しています。この助豊の時に織田信長と関係を持っています。この助豊は、そういう意味で山名を戦国武将として、戦国大名として、室町幕府の、部人関係なく稲葉、田島、2カ国を支配する大名に、復活させたんですけども、まあ、戦国大名としては堂々たるものですね。2カ国を、支配するというのは。ただ、信長による攻撃によって、まあ、信長の武将の羽柴秀吉に敗れて、泉の国の境に逃亡します。その後、信長に帰参して、信長から伊豆市周辺の、田島の国の一部の支配を認められると。この辺りは結局大変で、田島の隣の丹波の国の、氷上郡の赤井忠家に武田城などを奪われて苦労しています。それに対するカウンターとして、信長の支援のもと、丹波の国の氷上に、侵入して、赤井家をに、打撃を与えています。1975年にはこの助豊も、参加する形で、明智光秀は丹波氷上の荻野直政と戦いますが、直政に敗北すると。黒井城の直政に敗北するという、まあこれは丹波の氷上の方の人にとっては、これはプライドなんですね。この荻野直政は氷上軍の英雄です。
氷上郡は、貝原とかなんだですね。で、同年助豊が、毛利と同盟を結んでいます。これもともとは毛利と同盟したから信長と手を切ったわけじゃなくて、毛利と信長っていうのはどっちつかずのなるべく交易を避けると、いう形であって、まあむしろ、関係性は当初悪くなかったんで、毛利と、毛利輝元と織田信長はもともと関係悪くなったんですけども、足利義昭の扱い、その他をめぐって、毛利と、信長関係は悪化するとともに、この山名助豊も信長との関係が悪くなっていくと。ところが1579年に浮田直家が、信長方に降伏する。同じ年、丹波の国で助豊ともに、戦っていた、肌の秀春も、滅亡すると、いうこともあって、1580年には秀吉軍によって包囲され降伏。その年に、山名助豊は亡くなります。助豊との関係が悪くなって一足先に、城を出て、秀吉に降伏してた山名高広は、秀吉の馬回りとして活躍して、まあ、かろうじて加盟をとどめることに成功しています。山名豊国、彼が、後の山名家の、江戸時代の山名家の僧になりますけども、彼は1548年に生まれています。これ生まれです、すみません。稲葉守護家の、山名豊里の次男です。母は細川隆国の娘ですから、まあ、そういう意味では、最後まで山名家っていうのは、そういう室町幕府の偉いさんとの関係は、欠かせなかった人物です。で、山名助豊が、曲がりなりにも戦国大名らしい雰囲気を出しているのだとすると、豊国の方はちょっとやっぱり若かったのもあって、兄の豊和と対立して、家老の武田信孝信に追放されました。ところが、豊和が死んだ後、誰がおれへんやんというふうになって、豊国が呼び戻せて稲葉守護家を継承するという、なんかどっちかというと山名豊国の場合は戦国武将っぽくない、戦国大名っぽくない、感じになってますね。1573年には、鳥取城を奪っていますが、結局すぐに吉川元春にボコボコにされて降伏しています。まあまだ実はこの時若いんですよね。まあ、若くないですけどね、あまり。もうそう若くもないけども、まあ、毛利輝元の庇護のもとに元服して、名前を元豊と名乗っています。1574年には尼子市残党に鳥取城を奪われてしまった。だからこの段階では、山名豊国は毛利輝元の庇護のもと、毛利輝元の家臣として、暮らしてますけども、1575年には芸丹和睦によって山名助豊の、バックアップを受けることができて、この芸丹和睦というのは山名と、毛利の、関係ですね。芸丹和睦によって豊国は、鳥取城に復帰することができました。1578年には毛利から距離を置き始めて、信長と吉見を通じて名前も豊国に改名しています。ただ、この段階では、信長と吉見、助豊とは逆のパターンですね。要するに助豊はもともと信長の方にくっついていたが、毛利と信長の両方との関係、両方とも、まあ、関係を持つ。仲が悪くなると、そこで信長との関係を切った。山名豊国の場合は、一応毛利家に軸足を置きながら、信長とも関係を持ち、信長と毛利の関係悪化については、なんとなくそのまま鳥取城におったら、秀吉の稲葉侵攻にあって、豊国は籠城しました。一旦は籠城しましたが、秀吉に対して降伏を主張して、最後は追放されます。山田豊国を追放した鳥取城の山中親鸞は、毛利に使者を送って、毛利から吉川一門の、吉川常家を、迎えます。これが、あれですね、この後、秀吉は、山田豊国らを率いて、鳥取城攻略に取り掛かって、いわゆるか、日頃、勝家殺しが、兵糧攻めが行われるわけですね。有名な兵糧攻めが行われます。山名豊国は、この鳥取城の戦いでは秀吉の陣に、参加して鳥取城の兵糧攻めに参加していました。その後は浪人してブラブラしていたみたいです。家康のもとにも訪れています。まあ、いくつかその家康の頃、家康のあたりをブラブラしていた頃の逸話があって、天正年間といいますから、多分この後秀吉のもとには残らずに家康のもとに行ったと考えられてますが、よれよれの羽織を着ていたら、そんな、いくら物持ちがいい、ケチ臭い言うても、そんなんちょっとやりすぎやろ言ったら、いや、
この羽織は実は足利義晴から拝領したもんですというふうに言うたり、して、あの家康を感心させてると。まあ、家康結構名門欲しがるとこありますから。それから、その頃、信長のもとに芝義兼と言ってたんですね。まあ、この芝義兼もなかなかちょっと癖のある人物なんですけども、まあ、この頃は、信長の庇護下に入ってました。芝笛家の末裔です。尾張の守護をやってましたけども、守護代に追放されて、信長を頼って、信長に保護されてたんですけども、信長を裏切って、信長追放されたんですが、許しを得て信長のもとに仕えていた人物ですが、この芝義兼に対して、まあ、この山田豊国はペコペコするのを見て、家康がそんなペコペコしたらこっちの立場ないやんと。芝言うたら足利の子孫なんであって、こちらは新田やぞと。もっとしっかりしてくれと、ブツブツぼやいたと言われてます。関ヶ原では亀井これの利軍に、属して、東軍に参加した結果、彼は田島の国に6700石の、石高を確保して、皇太寄合、表皇家並みという、皇家にはならなかったんですが、皇家並みの格を与えられて、江戸時代まで、残っています。戊辰戦争ではいち早く 新政府がについたために、駆け込みで明治になってから大名に昇格しています。駆け込みで、6000石の数を得て1万2000石になって、ギリギリ大名に列せられて爵位をもらっています。というふうに、まあ、なんというか、微妙な、生き方をしてきた家になりますね。山名宗全のその後なんですけども、はい。播磨とか、あの辺りは、応仁の乱の後で失っちゃうんですね。赤松に取られちゃうんですね、全部。そうなんですよ。書き算得たもん全部取れちゃうんですね。それはどうしても軍事力がもう衰えてたんですか。軍事力衰えたんだよ。まあやっぱり西軍はなんだかんだ言うとやっぱり一応東軍に降伏した立場ですから、東軍によって分任された播磨、備前、美作は本来は赤松のもんであるというかなっちゃうんで。形の上で東軍が勝ってるから、うん。いわゆる西幕府が任命してた守護はダメだよということになるわけですね。両方いる場合は。で、どっちが力強いかになるけど、結局、播磨、備前、美作はもともと赤松のもんやだけに、やっぱり、いざ戦うなると、まあ、一旦は山名が赤松、正則を潰したこともあったんですけども、浦上とか別所とかの奮戦もあって、最終的に、まあ、正則さんがこの3つを回復すると。で、山名は、赤松のその家臣たちを抑えきれなかったんですね。ですね。しばらく支配したけど。うん、結局多分力押しであったから、完全に起伏させることができなかったんでしょうね。で、次にその山名宗全からその次の代に行くときなんですけどね。はい。田島と稲葉が残るでしょ。はい。田島守護家と稲葉守護家を分けるというのはね、まとめて一つ山名でというわけにはいかないんですか。最終的に、だからまあ、助人が狙ったのはそこですよね。結局、こう、二つの家に分裂して、こちらの家が、稲葉で、こちらが田島っつうのはまずいから、この助人さんがこいつらを滅ぼして、こちらを稲葉にしちゃうと。で、ここのところは連携取ると。山田宗全の時は、両方持ってたんでしょ？宗全のもともと持ってたもんではないですね、これ。ここの家に継承してるんで、血で見たらこうですけども、一応系譜上はこっちなんですね。この広高の娘は宗全が引き取ってる関係上、あれは悪くないんですけども、山名家としては一応稲葉守護家と田島守護家の2つが、まあ協力し合いながらという多分構想なのかなと。宗全が持ってたのは田島と秋なんで、うん。田島と稲葉は隣同士やけど別の家になったんですね、別建てに。そうですね。しかし戦国時代になるとそれでは力がないから片方が片方を倒して一本化したと。まあ、基本的に山名家の場合は総領に一本化するっつよりは細川もまあ総領ががっつり取るけども同時に阿波は三州家があれ難しいな阿波の国は讃岐の神家が取るっていうのは。阿波の国はとか、備中はとか、まあ一門にも持たせてる感じであって、まあ一門にいくつか持たせるのは、まあありっちゃあれだね。それをうまく管理できればの話。
で結局山田家は旗本一つが残ったということですか。いくつかの系統で家臣団として残ってますし、あのいくつか御家人旗本として何期か残ってます。意外と残ってるんですよね、小さなあの旗本として。山名という名前で残ってるんですか。山名という名前残ってるのと、清水って名前残ってるのと。清水さんは確かあの幕末の頃に山名になるんですけども、こちらはなんか砂漠の幕府の方に味方しちゃって、結局あの家族にはならずに士族、借用もらえずに士族で、家族になったのは豊国の子孫で、大名で1万石にしてもらうわけ、家族になるために。そうそう、